ドキュアカンパニー責任さんと丸見せる風間さんと丸見せる責任です。すごいですね。あ、ナオミちゃん、あの、はい、ドキュアの広報に出たことがきっかけで、はい、いろんな方から、ナオミちゃん何やってんのとか、ドキュアカンパニー雇われてるのとか、そういう話をされるわけじゃないですか。うん、そう、どんな感じなんですか。そうですね、まずその広報を出していただいたのは本当にありがたいんで、広報の、まあ、小坂さん、ね、小坂さんですとか、まあ、ありがたいなと思っているんですけれども、はい、ただすごい、あの、思いのほかすごい、まあ、地元なんで、はい、そんな反響ないだろうなと思うんですけど、はい、反響いただいて、はい、で、子供が通ってる保育園だったりとか、はい、なんかあんまりこう広報を見られない方なんかも興味を示してくださったっていうのは非常に嬉しいことだなと思ってて、はい、ただ説明に非常に困るわけですよね。で、私は東京に、月の3分の1ぐらい行ってて、研修講師もやってて地域でも活動してると、はい、トキガカンパニーってなんか会社なの、会社はあるけど従業員なのとかいう質問がかなり多くいただいてます。そうですね、はい、やっぱこうちょっと不思議な働き方とか関わり方ってことなんですか。そうですね、なんか自分としてはなんかこう当たり前の感覚ですし、はい、それがこういいことだと思ってるんですけど、はい、なんかこう周りの人に知っていただきたいなみたいなのがあるので、はい、なんかそういう知ってもらえるようなイベントとかないですかね。おー、なるほど。じゃあやっちゃいますっていうことでですね、はい、これを告知でいいんですかね。いいっすよ。12月の28日、はい、あの、もう平成も最後ということで、平成の最後にトキガカンパニーって何っていう歌唱ですけど、イベントをやりたいと思うんですけど、はい、林さん、はい、それでも年末ですけど、林さんもいたましか来てくれるんですよね。いいとも、おお、すげえっていうことなので、はいはい、ちょっと時間は未定なんですけれども、はい、12月28日の金曜日の午後ぐらい、はい、午後ぐらいで、はい、まあ、トキガカンパニーの忘年会も含めてなんで、多分3時ぐらいからは、はい、もうお酒も飲んでるかもしれないんですけれども、はい、ゆるい感じで、トキガカンパニーって何とか、働き方、そんな働き方あるのとか、企業相談には来れないかもしれないけど、はい、そんなゆるく、はい、そんなところに来てみたいみたいな人がいたら、はい、ぜひ、うん、あ、いいですね、はい、それじゃあやりましょう。で、トキガ町民は無料です。お、なるほど、はい、はい、それはやっぱりトキガワの広報とか、トキガワっていうものもあるんですけど、ただ障害の人に優しくないっていうわけじゃなくて、障害は1000円で来れます。わかりました。じゃあトキガ町民の方は無料で、トキガ町民無料、障害の方は有料と、はい、はい、わかりました。それでどうですか先生。いいてまーす。いいてまーす。いいてまーす。じゃあ無事それでは失礼します。